ナビッチ年末特大号2010年1月のまずは続いて1月15日金曜夜10時スタート、はい、金曜ドラマ大和なでしこ七変化TBS ドラマ初主演の亀梨和也さん演じる高野恭平は超モテモテの美男子ながら短期で乱暴者の大学生ちょっとは静かにしてろよてめえらすぐに切れてバイトをクビになることもしばしばそんな彼と同じ下宿で暮らす同居人もやはり美男子ばかり手越優也さん演じる遠山雪之丞は女の子と見間違うほどの可愛らしさかもまずは織田家で切る宇治宏樹さん演じる織田竹永はクールで物憂げな美青年バレエ界のプリンス宮尾俊太郎さん演じる森井蘭丸は女好きのナルシストそんな彼らイケメン4人組に下宿先の女主人峰からある提案が私の姪っ子をレディーにすること姪っ子あんたたちの力で立派な大和なでしこにしてちょうだいその姪こそが現役セブンティーンモデル大政彩さん演じる謎のホラー少女スナコさらに今年大活躍だった天才子役加藤清史郎くんも出演決定あらゆる世代を虜にする俳優陣が揃い踏みですモテすぎるイケメン大学生とホラー少女が織りなすラブコメディ金曜ドラマ大和なでしこ七変化は1月15日金曜夜10時スタート初回は15分拡大でお送りしておりますみんなかっこいいいやかっこいい、ね、確かにはいあらダメでしょあんなかっこいいのばっかり言っときますよ男前4人は友達になりませんそれはすごいもうすごいわあれはもう、うん、こちらの3つのドラマどうぞお楽しみにしてください大和なでしこ七変化は1月15日金曜日夜